はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？もう2月も半ば、2月の10日でございます。さ、大阪門真市お散歩でございますけども、本日実践するのはとある魔術のインデックス2、シンプルモードで打っていきたいと思います。僕はあまりねおすすめできないモードではあるんですけども、シンプルをじっくりやって、シンプルでの法則などもしっかりお伝えしますので、よろしくお願いします。なお抽選がねもう少し良ければ天のエヴァ打てたんですけどね、ちょっと座れなかった。だからこそのとある魔術のインデックス2、演者の中で今一番詳しい自信があるんでね、ぜひとも最後までご覧ください。というわけで実践開始まで、ドキトマシ。はい、ということで本日はとある魔術のインデックス2、早速打っておりますけども、本日は先読みシンプルモードでいってみたいと思います。先に言っとくと、僕はおすすめできません、というかこれで打ちたくないです。はい、でなんで打ちたくないかはねこの後解説しますけど、まずはスペックから。319分の1、ラッシュ突入率 70%、 70% のうち 15% は3000発、 55% は1500発で、通常当たりでも1500発もらえますが、時短も何もなく左打ち、鬼がかりがラッシュ突入率が上がったと考えてもいいですね。でラッシュに入ると継続率 77% の ST に突入で、リスタート出玉なしの ST 回復の当たりと1500発の当たりと3000発の当たりの3つのフラグが存在。次に4大注目演出、ヨハネのペン、レールガン、科学と魔術が交差するとき物語は始まる予告、そしてイマジンブレイカー、この4つで今上げた順で信頼度が上がってきます。だからヨハネが 60% ほど、レールガンで 70% ほど、科学と魔術が交差するときで 80% ほどで、イマジンブレイカーは 90% を超えると。でこの4つ全てが複合することはなくて、複合することがないのがレールガンとヨハネ、この2つは複合しません。ただヨハネが出て、科学と魔術が出て、最後イマジンブレイカー、この3つの複合はありえます。もう一つレールガンが出ました、科学と魔術が出ました、はい、イマジンブレイカーも出ました、この3つの複合パターンは存在します。3つ複合したら大当たりの効果はメーカー発表があったかわからないですけど、そもそも3つ複合したらも当たらなきゃ困るレベルなんで、当確レベルで熱いと思いますよ。はい、でパッドボタンのね法則をまずサクッと言いきますと、このラッキーパッドは入れた方がいいです。ただシンプルモードの場合入れなくてもいいかな、でも入れとこうか。でラッキーパッドの法則は20から29は弱リーチに発展します。弱リーチ止まりです。でここからの当たるルートが弱リーチ経由の大破制裁、弱リーチ経由のアクセラレーターのドックン演出、この2つで、ラッキーパッドボタンが30以上だと VS リーチもしくはエピソードリーチに発展で、基本的に法則崩れが発生して当たることはほとんどないと思ってください。そこがまた楽しいところです。これ例えば弱リーチ経由の大当たり大破制裁とかがラッキーパッドボタンが40や50でも発生したらつまんないんですよ。結局じゃあ30ラッキーパッドボタンが30以上にならなきゃダメなんだねっつって、そうじゃないから面白いと思います。はい、で次にじゃあジャイロさんなんでシンプルダメなのっていうところがあるんだけど、あの全てどんな当たり方するときも先読みが絡んじゃうんですよね。先ローリングだと弱リーチ経由の大破制裁とアクセラテッドドックの時はラッキーパッドボタン、あ、先ローリング絡まないんで、ラッキーパッドボタンが20から29の時って毎回ちょっと期待できるんですよ、先ローリング出てなくて。なぜなら先ローリング入れてる時、先ローリングが絡んだ場合は VS かエピソードで当たる、先ローリングなしの時は大破制裁かアクセラレータドックンで当たるっていう風にはっきりとルートが分かれてるので、ローリングが出たら VS エピソード、ローリングが出なくても大破制裁やアクセラレータドックンで当たるフラグを引いてたら先ローリングならないんで、しっかりとフラグが明確化してる、ここが僕好きなところです。対してシンプルはどの当たり方するときも先読みが絡むっぽいんですね。一回シンプルでやったときにアクセラレータドックンで当たったんですけど、先読み絡みやがったんですよ。嘘でしょって思って、じゃあ先読み出なきゃ全ての保留死んでんのこれっていうのがあって、ね、
2つ目シンプルでやってて先読み絡まないと金が出ようと何しようとまず当たってくれない。いや当たりますよと声あると思うんだけど、じゃあシンプルでやってて先読みも何もなしにいきなり変動開始時にインデックスの願い予告 50% ちょいあるやつが出て、はい金出ました VS 行きました、期待して見守ります、おー来たっつってストロークか先読み来たんだか、今先読みだよね、あ20当たった、これすいません文句言ったの多分キュインな当たったでしょ、当たったって言ったの。じゃあ説明しますね、先目絡んじゃったでも当たりました、でアクセラレータドックンです、すごいね僕天才だね、いいねいいねレリーレリーレいいねっつって、で次20から29の時疑似なしのスーパーは楽曲系いきます、だから楽曲で当たる可能性もありました、で疑似にしたらキャラクターリーチに行きます、で疑似人の時にイルミが赤とかで出てくれたらよし、今回はなしですね、で20から29の場合はキャラクターリーチに行ったとしても絶対にヨハネに止まらないんですよ、でも先読みが出てます、シンプルモードでね、シンプルモードで先読みが出てますってことはジャックリーチ止まりで終わることがないわけで、当てるパーカーだ、で20から29、今回20でした、だからキャラ経理で絶対に外れるんですが先読み出てます、じゃあ大破制裁やドックンのどっちかに行くよね、で先読みが出てるんだからもう当たるよねと、いわゆる急すお、あびっくりした、そうだよね絶対アクセラレータドックンです、で次アクセラレータドックン、これで2段階行った時に光ります、この瞬間にか嘘でしょお前、基本ねこれで当たるとき2段階目に発展した直後に V が光って 全回転もどきに行くことがあるんですけど、はいここから逆転するんだっつって出せちゃったよ、でもこれ先読みシンプルでやってるときに先読み出て対象変動がラッキーパット20から29だったら当たりです、よかったよかった、あー大好きこのシーンマジ好き、これ3期のラス最後の方になるけどあれね1期から見ても面白いけど2期から見てもいいかもしれない、マジでみんな見てほしい、そうだな俺もあー素敵一緒にいたかったっつっ俺ねでとある魔術のインデックス2が受けてる理由って本当ね使ってほしいシーンをしっかり使ってくれてんだよねに満ちて、あ次は本当にハマズラ使ってくださいハマズラをよろしくお願いします、ねえアクセラレータードックン、これはアクセラレータードックンリーチって僕は呼んでます、全回転みたいに見えるけど全回転とはちょっと違うかなと、で1500発の ST 以上が濃厚です、だから7で止まらないんですよ、偶数で止まることもあります、で今回5で当たりましたね、これローリングしたら3000です、ローリングしなかったら基本1500です、奇数で当たった場合な、回んねえかな回んねえかな回んねえかな回んないから多分1500ですね、いわゆるここのボタンって回った場合は今当たった図柄より1個上1個以上上のボーナスがいただけるんですね、だから偶数で回ったら1500発のラッシュ以上で奇数で当たったら1500発のラッシュは濃厚じゃないですか、でも回りましたってなったら1500発より上のボーナスって3000しかないので3000が約束されます、じゃあちょっとまた1回アクセラでいきましょう、前回 ST 中大当たり判別をやりましたけどもう1回おさらいでやっていきます、アクセラが一番分かりやすいのでアクセラでいきますね、で鍵はこれです、よしこのまま行くぞ、なんかねちょっと離席しろって声出たけど行く、このまま行く、ここがねアクセラレーターが一番この ST 中の大当たり判別やるのが楽しいんですよ、つか分かりやすいラストオーダーかわいい、さあ行くよー、アクセラさんアクセラさんアクセラさん、まあいいや前半は、でもし前半でリスタート引いてたら30ゼロになった瞬間にプラス何回転かされます、
だから聞いてるかはセグ見てればある分かると思うけど、今日分からないと思う、変動では見抜けないと思ってください。アクセルさん、1回もなんかチョーカータッチしなかったです。どういうことですか、あなた。やる気あります、やる気ありますアクセラレータさん。あのちょっとアクセラレータドッグンで力使い果たしてないだろうな、この能力者。さあ行きましょうということで、 ST 中大当たり判別、簡単に言うとロングヘンドになった時にここをタッチする。今反応しませんよね、ロングヘンドなのにタッチして反応しなかったら大当たり濃厚です。ただしその場合はほとんど大半がリスタート、たまに即当たり、こうね、反応したら楽曲リーチかガセです。これね、こうなったんで楽曲リーチかガセ、揺れてたら楽曲リーチ、アオリです。タッチして反応しちゃったんで、このあこれ楽曲リーチアオリに行きますと。もしタッチして反応しなかったらリスタートでした。今の行けよで、前回 ST あリスタートは引けてるんで、今日引けなかったね、ちょっとそっち見てほしいですね。とにかくタッチ、ロングヘンドになったら、うお、やった当たった。でタッチするとこれは白でしょ、あ金ですね、金はいただきです。まあもうデバブルしてるんで当たりんですけど、ロングヘンドになってタッチしたら基本は白です。デバブルしたら当たり、白だった場合はロングヘンドをガセ、楽曲煽りで、アクセラレーターの場合単なるロングヘンドはロングヘンドをガセか楽曲煽りです。で予告が出てた場合はテンパイ煽りになります。ありがとうございます。で次にこの台 ST 中3つのフラッグがあります。大当たり C 時短 B、 C 時短 C、 これは右打ち継続なだけなので直撃大当たりの319を引いてます。この場合は3000発ボーナスの可能性があるので、ちょっと3000発くださいよマジで。1500で、僕の予想だと319の直撃当たりを引いたら8割が3000発、2割が1500発かなと思われます、計算上ね。で単なる右打ち継続だったら直撃大当たり、この赤いベロを狙えて出たら C 時短 B、 この C 時短 B のフラグはおそらく200分の1で、 C 時短 C がリスタート、これが500分の1かで、全てのフラグトータルで399分の1になってます。なんだよ直撃引いたのに1500か、まあ リゼロ鬼がかりだったら300発なんでまだマシか。でデバブルはどっちなんだろう、直撃大谷の時かな出るの。よっしゃナイスですよ、超一方通行だ。これは C 時短 B です。ありがとうございます。でこっちを引いた場合はまずちょっとパンクする可能性があるのと、あとは3000が存在しません。この場合は絶対に1500です。でカスタマイズはいろいろあるんですが、僕はこの台はデフォルトが一番いいと思います。ちょっとね他のはね、もう先ローリングは出ちゃ、ローリング出たら当たりだし、先読みシンプルも先読み出たら激アツだし、デバブルもね出たら当たっちゃうんで、うん、ちなみにデフォルトでやってても先ローリングたまに出るんですよ、デバブルもたまに出ます。パーッとなりますよ。でここまでで大体喋りたいこと喋ったんで、あとはここからは静かに打とうかな。 GO! なんか抜けそうな気がしてきた。ちょっとアクセラ君ちょっとデモ出しする、いやでも最近デモ出ししない方が連チャンするから、ちょっとデモ出し、いやでもしろって声も聞こえる、悩む。あーやる気ある。さあ残り10、ここからは即当たりかロング変動のリスタートしかないです。リーチアクションはない、だから何か予告が出たら当たりです、もしくはタッチして反応したら当たり。リスタートの場合は反応はしないんだけど変動が長くなって、その後ラストオーダーが出てきます。じゃあ行きましょう、残り10回。ここはだから毎回タッチが楽しんでる、まかり間違ってこいつが白で反応したら死ねるよ。ほら
反応しなかったらもうリスタートに行きたい。変動が長くなればリスタート。白い反応、ああ死ね、して反応しない、反応しない、これでありですね。まあ出足としては上々ですね。ありがとうございます。ジャイロ技研のジャイロです。おっと来た、先読み。しかも今回途中で保留変化絡んでるからこれはチャンスですね。で実験開始までなので後期疑似連ここら辺じゃなければチャンス、まあこの時点でも3割ぐらいはあります。後期とか疑似連示唆とか弱いのじゃなければ保留変化もちょっと弱いんですよね。大後期とかなら 60%、 一応これで30数パーなんですけど、ものによってはもっと熱いかもね。88やった、当たった、88です。ちょっと見えてないんですけどゾロ目なので当たりです。やりました。 ST まで濃厚かな、ちょっと押さずに行きましょうか。でラッキーパットは1でも大当たり濃厚でゾロ目も大当たり濃厚となっております。88で当たりです。だから22はめちゃくちゃ熱いですよ。22が出た場合弱リーチ経由で当たるんですけど、22はねアクセラレータドッグに行きやすいんで、さあどう当たるか。よっ、上く、あ、上いったいったいった。久しぶりに見ましたね。初めて動画収録した時は上が出まくってびっくりしたけど、やっぱそうそう出ないです。赤折りは 80% 超えてるんですけど、あまり信じられないです。で 80% 系統の予告は1個じゃやっぱ微妙なんですね。2つ重なって初めてって感じ。あ、なんだ、あ、ここ、ここは、あ、ヨハネ行くのね。ああ、タッチしたらレインボー出た。ST ですね。で多分ね、ゾロ目は ST もいただきだと思います。吸引ってのあるんですよ、ゾロ目は。で、ヨハネ、麦野かキャーリーさん、よこしてみない？ 1 回だけ出したんだよ。その1回は当たってるんだよね。多分アクセラレーターだと思うけど、あ、垣根か。多分ね、イマジンブレーカー来ると思う、当たるから。デバイス変更。あ、来ねえんだ。じゃあ、ちょっと鳴らしときますか。なりましたね。はいはい、垣根さんです。でヨハネのペンで示したチャンスアップ以外のものが一つ欲しいです。もしくはこのテロップ変化とかタイトル変化で赤じゃなくて金のチャンスアップ持ってきてくれればそれで足ります。あら、デンジャー保留なら当たり、金でももう強いです。まあこれで足りましたね。もしゾロ目じゃなくてもこいつのプレミアムが出てなくてもこれで足りました。いや勝てねえよっつってここら辺でテロップ変化、テロップ変化のタイミングがいくつかあるようです。じゃないわよ。ねえ、これでトカベですね。多分ね、で美琴と垣根は面識ないはずなんだよな、原作だと。さ、ここローリングしない方が熱い。ローリングするだろうけど、なぜローリングしないと熱いかはこの後に言いますね。回るよな、回らなきゃ熱かったです。あ、すみません、3000でした。プレミアム出たら3000なのかな。いや、それはねえと思うんだけど、今もうシクランプが回ってたので ST は濃厚だったんですよ。シクランプが出て偶数が揃いました。ここで昇格しませんでしたって場合は基本3000なんですよ。ラウンド中昇格します。やったーん。そのパターンは前回の動画で出してるので見といてくださいな。リスタートなんか引いてるくせえ気がするけど引いてない？引いてねえな、引いてなかったな。ヒロインはね、やっぱここはラストオーダーでしょうね。底落ちでした。嫌です。ネギビギギャラいくらかな。はい、ということで今 SNS をにぎやかせてるものとして、ちょっと待ってよ、はい。で今 SNS でにぎわせてる話題がありまして、それが某女ライターさんがねスマスロ2機種ぐらいね確か連続で酷評したんだよ。でそこはね
その方の考えもあって酷評したと思うのね。でこの酷評したことに対して賛否両論が湧き上がってて、ある方は、まあ、再生稼ぎたいからと信頼を盛り上げるつもりがない方は不快、いわゆる信頼にケチつけて再生を稼ごうとするのは不快と、信頼盛り上げていこうぜ、いいとこ見つけようぜってことなんだと思うけど、半分賛成かな、半分はでもちょっと違うかなってとこ。何でもかんでも褒めるってのはやっぱ面白くないじゃないね。半分賛成半分反対っていうのの意味で、あのスロットの評価ってパチンコに比べて難しいんですよ。でジャイルさんがじゃあパチンコはどう考えてるのって話だけど、僕はハズレの変動をいかに楽しませるか、楽しませてくれるかどうかが基準です。だから例えばこいつ変動、例えば赤保留がもう待機してるとするよね。超期待できるじゃん赤保留なんて。でも変動開始時に何か弱いのがあったらもうその時点でダメとか、疑似連中にもうこれが出たらダメだよねっていう、いわゆる激アツ殺しの演出がある台が嫌いなんですよ。俺は最後までワクワクしたいんです。ドキドキしてボタンを押したいので、結果あーダメだったかつってもドキドキできたからよし、当たったらもちろん嬉しいみたいな、それがうまくできてたのがカイジなんですよね。あれマジ面白いよね、外れで声出るからね。特にカイジやる打つときは沼クルーン選んでみてください、超楽しいから。沼クルーンって真ん中のここにこういって入れば当たりなんだけど、こう来て入ると思いきや球がそれて外れるのね、当たり穴に絡んでうわっついっちゃうんだよ。うわ俺今この変地変動めっちゃ楽しいんだっつって、めちゃめちゃ楽しかったっつって、でこの外れでああワクワクできた楽しかったって台は両台、逆にもうスーパー張って前にダメだってのが分かりやすい台は基本的にあまり好まない。で2年前3年前の台ってその外れって分かるスーパーが多かったんですよ、多発させてたけど、今の台って消化効率上げてるから無駄なスーパーが減ってるんですよね。だからね近年叩き買いのある台が出てこないです。そろそろちょっとクソ台出してくんねえかなって思うけど、去年だとね先ぐらいじゃない、新速俺をブチ切れさせたのはあれぐらいだよ本当に。ね皆さんのその両台面白いなって思う台の判断基準やクソ台って思う台の判断基準何があります？よければコメントで教えてもらえると嬉しいですね。ギャラいくらかな？押してみろ。はい、ということで店内ですけども、まず今日の当たり島こちらトワルの2、初代トワル、どちらも誰もやめてきません。僕のもノンストレスで回ってくれてます。で次の当たりがこちらピンクエヴァで、あとゴジエヴァのアーマー、そしてトワルのライトで、こちらの店一円パチンコも状況いいのあるんですよ、キラリと光るの。一パチファンの方ぜひとも来てみてください。で次スロットなんですけども、天然でカバネリ、ガルパンとゴジエバ満席、あとやっぱ外せないのがスマスロの北斗、乙女も満席と、このようにいろんなところにね当たりはしっかりあるんで、まあ、僕のお散歩の時はぜひとも来てみてください。終わりにしてくれよアクセラ君、この苦痛を。ね立ち回りについてなんですけども、例えば今ちょたま5000発使えるホールさんって割とあると思うんですよ、東京都でも大阪府でも。ちょたまだけ打つっていう立ち回りはねすごく理にかなってていいと思います。でその際やっぱ当たんないとなっていうのがあって、皆さんどうしてもアマデジライトミドルに向かわれると思うんですけど、ちょっと先読み来たよおい、エンゼルフォールから嘘でしょ、しかも赤さっき見たから結構強い、あしかも50、これいったわ、キリのいい数字で、しかも50以上は相当強いです、これ当たったと思います。やったー戻ってきてすぐ当たった。皆さんもぜひちょたま再プレイとか、まあ普通にジップライベートで行くときも2万から3万ぐらいで考えて打ってみてください。おおもう最初から大チャンスいいですね、しかも1みことちゃんいい、3点牌はねトラウマだからもういらない、3点って当たらくなくね、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 当たらくなくね。でも金が1個出てる、ここで上方向もしくはイルミの金が来たらとどめだね。まあ50だ、あいったね、50だからもう刺さってると思う、50は強い、50が出て金1個ありゃこうなるよ。で、あ V 光ったね、あ上あうお俺プレミアムアップにしてないんだけど、金イルミが出た時ってその後必ず金持ってくる来てる感じがするけど、どうだろう、
だから金イルミから金の予告来ました、金2つって思うじゃん。このパターンでなんか金が1個なんじゃないのって。あ、フィヤマさんこんにちは。じゃあついでに鳴らしちゃおうかな。でやっちゃった。さあフィアンマ君、タイトル変わ、ほんと変わんねえのはもう当たってんだけどさ、ボコしてやるよフィアンマ君。でバブルなしか、多分金って言うと思う。ほらね、先に言わないでいい、俺金って言うと思ったんだよね。フィアンマはまずここ、こういう一斉、ここでテロップが変わります。はい、変わりましたね。はい、大当たり濃厚でーす。あら、これちょっと、はい、ドーン。さあ今回は1500か3000かで、フィアンマもうこれ悪じゃないんですよ彼も。ちなみにこのトーマの右腕って何かあるか分かんないんだけど、この右腕にぶん殴られた人ってなんか善人になるっていうか、心の毒素がなくなってまっすぐになるんですよね。フィアンマもそうだし、ハマズラもそうなんで、ぶん殴られた後変わるんだよ。なんかあんのかな、あの右腕。俺も殴られた方がいいかもしれないですね。回れば3000、回れば3000、回れば3000、回らない。もちろん奇数で当たったから回れば3000ということでした。ちょっとドラゴンストライク見たいよねみんな。まあいっか、トマで行こう。リミットブレイクだとこれはこれでも判断できないです。うおー、ドラゴンストライク見たいんですけど、ドラゴンストライク来たぜー。ドゥー、あー、直撃引いてんのにドラゴンストライクじゃねえ。なんなんだよお前。おい、これ3000くれよ、今日2回目の右直撃だぞお前。ドラゴンストライクのために俺こっちにしたのに。ここでドラゴンストライク出たっけ。出ないよね、ここだと確か出ねえんだよ。おないおで違うんだよトーマさんよ、俺はドラゴンストライクが見たかったんだよ。嬉しいけど。でここはパンクする可能性があるので、ここはもう画面を見ずにスマホをいじりましょう。スマホいじってるパンクしないんで、ここで、ね、画面見てるとやっぱ止めたくなっちゃうんだよ。実際僕もプライベートで打っててついつい止めちゃったことがあります、この1500と3000の間で。あ、やべえと思ってすぐ打ち出したけど。ルーン、そうだね、前半当たらなくていいんだよ。よく考えたらそうだぞ、前半当たらなくていいんだ。もっと余裕を持とうジャイロ君。ただもう一発当たればサダマプラスになるか。これで今4200個あるから、ちょっとサダマプラス持っていきたいね。で、どのモードでも一緒です。タッチして無反応だったら外れ、即当たり、リスタートのいずれか、白点滅か。で、テンラが出たん、あ、これ楽曲ですね。ロング変動が停止しちゃった場合は、おっとテンパったワンチャンありますね。で、タッチしてデバブルにならなくても当たります。これちょっと早く分かるんだよね、一瞬で6が最初に止まってからこうなる。よっしゃ、これで3ダマプラスドゥーン。今回は C 時短 B の方ですね。やった、さあルミットブレイクチャンス、レディーゴー。この3期のオープニング好きなんだよな。デンデンデデン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 、お、来た、好きって言ったら来た、愛が通じた。さあどちら直撃、 C 時短 B、どっちか分かんないよ今は。ぶち壊す、やっぱ主人公上条トーマ、 C 時短 B の方でした、ありがとうございます。ねえ、この C 時短 B は右打ち中かつラッシュ中じゃないと有効にならないフラグなので、正直このフラグをいかに引くかが鍵ですね。直撃フラグって左に引いても1500発もらえるじゃん。だからね、直撃フラグより C 時短 B 引いた方がお得感がある。いわゆる319だけ引いて終わると、え、これ別に319分の1の時短機打ってたのと変わらないじゃんって思っちゃうんですよ。このフラグ引かないとラッシュを取った意味がないなって考えてます。リミットブレイクチャンス、レディーゴ
ゴー、危ないよその右手。 OK、 白チャンスでもいい、とりあえず転敗。さあタイトル変わってない、テロップも変わってない、ふざけたミスを、あでこの文字みたいなの煽りが出るともイマジンブレイカー否定です。よっしゃ、あの文字が出る前にビチュンってきますね。バトルリーチのイマジンブレイカーは大当たり濃厚かと思われます。デバブル入れてみます。震えねえかな震えずに当たりやがった。デバブル入れたら嬉しいけど、嬉しいけど、あ、CG ターン B の方だ、やったね、よかった。ちょっと今デバブル入れてみました。どうしよう、外そうか、デバブル。ちょっとデフォルトに戻すね。またあとでちょっとあの残り50ぐらいになってやりたくなったらやるかもしれないです。あ、レアパターンだ、多分これ一発目当たってるな多分。でこれがユリタンちゃんがパンクしちゃったパターンか。あ、1回転目に当たってたレアパターンだ。ただ今回はパンクしないですね。今レディで、もしくはドゥーン食いそう、ここは骨か。で今のちょっと説明すると、レディーゴーのゴーがすごく遅れたんですよ。あれ YouTuber のユリタンちゃんがあの動画上げてて、あそこで C 字タン B を引くとパンクの危険性があ あるんで、今打ちっぱにしました。でも直撃大当たりの方でしたね。保留一発目に何かの当たり引いてると、ああやってフリーズっぽくなることがあります。だからレディーゴーってすぐに言うじゃないですか、レディーゴーって言うじゃないですか。もうレディーだったらその時点で打ち始めてください。多分その放流は当たってます。でなんで319引いてこれね、ゴーって言わずに自分でゴーの感覚掴んでレディーゴーで打ってますね。僕は自分の中で言ってていうか、じゃあ何、俺デバブルにした後立て続けに当たり引いたんだ。ちょっとリーチ出そうか、あとトマ君、トマ君、あでもキャラ告知も悪くね、デバブルドーンでね、残り多分20切ったぐらいからしなくなんじゃねえかな、デバちゃんで。残り10切ったらしないと思います、デバブルは。ダメか、当たってない、たまり否定、たまり否定、リスタートある、たまり否定、あー引かんね、引かんね、光って光って光って、ダメか、はい。あー、いいわ、スイッチ。いや、シンプルモードだからこう来た瞬間に多分こうなるんですよ。あのレールガンのブーケ保留と一緒で、で先読みマーカー強いで、この保留自体が 92% あるんで、あっちの汁が出た、90だって。これは ST ももらえますね。ちょっとねランプ見えないんですけど、ボタンは90です。やっぱ ST だね。でここタッチすると、まあ普通白フラッシュなんですよ。これバイブしましたけど、デバブルとはちょっと違います。タッチして触れた場合はデバブルしたら 80% 以上って言ってたじゃないですか。多分ねこのタッチの震えるのも含まれてると思う。本当のデバブルは勝手にブイーンってなって、あのトーマのねイルミっていうか絵も一緒に出るんですよね、ビシャーっつって。これは強いよ。麦野ちゃん、麦野ちゃんちょっと縛いてやるからおいで。だからね、タッチした瞬間に赤くバイブするだけのやつはデバブルではないです。これ結構勘違いしてる人いるんだよね。あれでもこれだとアクセラ行くよな。でもさっきエネミー麦のってどういうことやねんこれ。あなん、これだとエピソードだね。アクセラで、アクセラとのエピソードか、トーマのエピソードだね。はい、発動です。エピソードです、絶対にエピソードです。ガブリエルアクセラですね。ということはテロップ変化、タイトル変化、イルミか。でこっちのルート、この直後ラストオーダーが出た直後ぐらいにテロップは変化しますね。
こっからさ一本スープやべえわ、吸引鳴らすために連打してるんだけど、やべえの鳴らすの忘れてたと思ってやっちゃったね。すいません、本当にすいません、ぶち壊しちゃいました。やっぱねラッキーパッドボタンはねセットした方がいいよ。やべえ、シンプル結構楽しいじゃねえか。初めてシンプルやった時に嫌なハズレをいきなり見せられたから嫌いになっちゃったけど、シンプルも面白いわ。はい、出れば何でも神な僕です。素直ってことだから、回れ回れば3000だから、回れば3000、回れば3000よ、回れば3000、回らない1500。またトーマ君でいくか。ゴー、あ違うか、長いから1回転目が当たってるかと思ったら、よいしょー、手を差し伸べてくれよ、頼むよ頼むよ。ドゥーン、あ長い、あリスタートか即当たり、あリスタートか即当たりって言った直後に当たったからね、俺の勝ち。今タッチし、ロング変動でタッチして無反応だったんですよ。出た出た出た、これたまんないよ。でリスタートじゃなかった瞬間がすげえ嬉しい。やったぜー、これが ST 中央当たり判別です。今のように無反応だったら何かのフラグを、当たりフラグを引いております。来ねえなこりゃ、リスタートも引いてなかったか。先読みカスタムするんだったら多分トーマが一番いいですねっつったら、きっと入賞デバブ入れてないけど、きっと心臓止まるかと思った。おっとドーンドーンドーン、ドラゴンストライク来なかった。ドラゴンストライクあるかなと思ったけど、ちょっとリーチ出るまでトーマで行こうか今回は。あなんかよっしゃおー、また CG ザンビーか。よっしゃ、オリオンかしかも耐久中、やった当たった、金も出た、やった当たった。ということでリーチを見ていきましょう。アクア、まずタイトルの色、金だったら当たりです、赤でも激アツ、テロップ赤なら激アツ、 90% 以上あります。イマジンブレイカーはちょっと一瞬でビシャーン、ね、このちょうどトーマが抱えて何って言ってるあの瞬間に来ます。で神の席4人いますけど、リマジンブレーカーが出るタイミングは秒数的に一緒です。リーチが始まって何秒後に出るってのが分かれば、どのタイミングで出るかはある程度読めます。あ投げ当たってんな、1回転目じゃもう長打っておきましょう。レアなの2回も出した当たりですね。どちらこれ3000か、これ直撃当たりです。だからで1回転目の場合はドゥーンを出せないから、これ3000取ってる可能性が結構高いんで、来た1回今のような形で当たってそれが直撃だった場合はラウンド中にしか昇格を出せないので、この昇格演出に大きく期待が持てます。さ、パンクさせないためにもちょっといろいろねメモをしておきましょう。いい時間の使い方をした。ドラゴンストライクじゃないか、指示弾 B の方だ、嬉しいですけど、あそこでドラゴンストライクじゃなければむしろ指示弾 B でいいって思うぐらい。319直撃引いてねえ、3000じゃなかったらショックだからさ。ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと戻るか、あ揺れてるとか楽曲煽りか、反応しちゃってたからね、リスタートはもうなかったんで楽曲いけよ。よしこれならワンチャンあるで、であんま数字関係なさそう、本当に2 2
はい、モード変えます。先ローリングにするかな。先読みシンプルにする。トーマのモードは割と先読みはっきり分かりやすく出てくれるんで、ちょっとこれでいってみようか。おい、イルミでも何でもいいから、あのいつもの無駄な先読みちょっと出してみろよ。この ST はね、デフォルトが一番面白いと思います。はい、ダメです。3ダメです。うっ、でもテンプ青か。タイトルも普通。あー、テレポも普通だ。さっきテンプシュン、あー来ないわ。これは無理かな。やっぱ予告弱えし、先読みねえし。よっしゃ、最近復活見ねえんだよ。まだだっていう、まだだ。うわー、来ねえ。タッチ光れ、白く光れ、光れ、いかない、いかない。ここで当たったって言ってすげえって言わせたいんだけど、弾いらねえからちょっと当たれや。当たってね、くそー。なんでここにハマズラいんのにキャラクターで出てこねえんだよこの台は。どういうことやねということでね、 ST も終わりましたね。はい、お疲れ様です。ということで投資が5000発、回収が1万7000個、プラス1万2000発でフィニッシュでございます。ありがとうございました。いや、でも本当、まあシンプルモードの、ね、まとめはサクッと先ほど終えたんですけども、どのカスタムでやっても面白いですね。ラッキーパッド入れれば、ラッキーパッドのボタンの数と発展先がリンクしてて基本法則崩れがないってのはね、逆に面白い。それヒットするわなって思いましたね。で、今回と前回の動画両方見ていただくと、ほとんどトワールについては解説できてると思いますので、両方見てね、あ、こうやって楽しむんだと思って打ってみてください。ということで今回はこの辺で、また次回さよなら。だからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで瞬発の動きがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。俺負けてるな。で、今つながりつかんでるでしょ。手も出ししないよ。これ来たから。